こんにちはーアカデミー堀秀夫です今日はニュースレター、無料ニュースレターの登録の誘いです。今、サイトを、ね、新しく作り直しますので、ニュースレターの方で,です、ね、いただいた質問の中に答えながら、まあ、需要のある質問に答えながらサイトを作っていこうと思います。そんなわけで,です、ね、この無料ニュースレター、登録していただいて質問をいただければ えー、その質問をシェアして、まあ、記事を書いてきますのでアマゾン輸出気になっている方、ね、転売あるいはね、えー、セドりとか気になっている方やっていてもっと儲けたいと思っている方ねアマゾン輸出、まあ、来年はオーストラリアも始まりますんでますますチャンスです、えー、登録して、まあえー、よければご質問もしてくださいでこれから、まあ、流していくニュース、えー、あるいは記事なんですけどまずよくある 3つの質問、ね、何を売れば儲かるか、それとアカウント、ねえー、削除、あるいはサスペンドされちゃったので復活方法を教えてください、えー、無在庫で儲かる方法はないんですかと、まあ、この3つがよくいただく質問です、そして逆に私から、ねえー、お伝えしておきたい、まあ、重要な点、まあ、これは、えー、よくある質問の1番目と、えー、全く重なる何を売れば儲かるか。 これやっぱり一番重要なんで、すねまあ、この儲かる商品の見つけ方、ね、何を選べばいいか、それと、えー、悪い評価の削除方法、まあ、これね、えー、悪い評価削除するって非常に重要です。えー、良い評価をもらうことの、えー、何十倍も100倍以上も重要なんで、すね悪い評価を確実に消す方法、それと Amazon に質問する際の注意点、Amazon、えー、に連絡する際の注意点、これね、日本の常識、 でやるとと、えー、とんでもなないことになったりしますんで Amazon アメリカアマゾンに質問する、まあ、作法というかね、こういう質問すると大体こういう返事が来るとか、えー、こういう質問の仕方をしないと満足回答が得らないとか、そういう点がありますのでね、えー、この3つのポイントをよく、えー、覚えておいていただきたいと。まあ、そのあたりをニュースレターでね、えー、流していきたいと思いますので、まあ、ちょうどね、知りたいことがあるねという方はね、ニュースレター登録してみてください。 こちらをクリックして、ここにメールアドレスとお名前だけ入れていただければ、無料でニュースレター届きます。今言った3つのポイント2つ、ね、それとオーストラリアアマゾン、あるいは、ね、アメリカアマゾンの変化の情報、開始情報なんかをお伝えしておこうと思います。ご登録お待ちしています。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。